1952年、山名義鶴9月17日昭和42年2月26日は、大正、昭和の社会運動家。男爵、貴族院議員、正4位、君に等。男爵三名議論の着難として、青森県に生まれるが、後に、京都府京都市に転居して、同地で育つ。京都府立、第五中学校、第三高等学校を経て、 東京帝国大学を卒業。参考時代、同級生の麻生久刺や田中翔子らと共に三校内に、中央会を組織、堺校長弾劾運動など、進歩的学生運動を起こす。東京帝国大学に進学し、新人会で活動。大学卒業後は、大原社会問題研究所等で活動。日本労働者教育協会主催。 財団法人中等調査会理事長、公安審査委員会委員等を歴任。男爵三名義路、母、豊野着男として、青森県に生まれる。京都府立、第5中学校から第3高等学校に入学し、同級生の麻生久笹や田中志翔子らと共に参、校内、その後東京帝国大学に進学し、新人会で活動、1917年に帝大を卒業すると、 麻生宅で、棚橋、岸井敏夫らと、社会問題研究会である木曜会の集まりを、始める。1920年に、大原社会問題研究所へ研究員として入所し、1922年に、大阪労働学校の創立に参加し、その講師となる。1924年に本労働、総同名中央委員会政治部顧問となるも、2年後の、 総同盟第二次分裂で日本労能闘争率に参加する。1928年日本大衆党中央委員となり、1932年全国労能大衆党に参画するも国家社会主義支持を鮮明にしたことで同党を離党し、日本国家社会党常任中央執行委員となる。1940年に三名男爵家を就職し、 1946年8月23日に貴族院男爵議員となった。1942年には財団法人仏教圏協会理事長にも就任。戦後、1947年総選挙に兵庫県第五区から日本社会党を公認で出馬するも時点で落選し、公職追放処分を受ける。1948年に追放解除後は、 仏教圏協会理事長の傍ら、大阪厚生信用金庫理事や、公安審査委員会委員を務め、1956年に、日本労働者教育協会主催、同理事長となる。1955年には、財団法人中等調査会理事長に就任し、1962年に、顧問に退く属物の死去まで同調査会に関わった。また、名優の西尾末宏、 神道武次郎を通じて社会党右派の政策的なサポートを行い民主社会党結成にも尽力。1964年には民主社会主義連盟理事にもなった。法名、経営文員伝授講義鶴大孤児。ありがとうございます。